立春はですね、エネルギー高い日です。ではこんな特別な立春、あなたは何をすべきか。皆さんこんにちは。世界で活躍する竜使いドラゴンマスター慎吾です。今日も YouTube 始めていきます。トゥルトゥトゥ、おめでとうございます。今日は2月4日立春、これやってねというお話をいたします。2月4日立春でございます。立春はですね、エネルギー高い日です。今日ね、やることをちゃんとやると、これからの皆さん2023年の運勢がどんどん良くなって、龍のごとく運気が上昇いたしますので、ぜひ最後まで最後まで見ていただけたらと思います。で、立春ってよく聞くけど、なんなんっていう人もいると思うんですね。実際僕も3年4年前までに立春って聞いて、何なんだろうって思ってたんです。というのも2月じゃないですか。2月なのに春ってどういうことなんですかっていうのがね、すごく疑問だったんですけれども、そのあたりもね踏まえて、まずは立春って何なんだろうということについてお話をいたします。立春っていうのは、まあシンプルに言うと季節の区切り目というかね、そういうタイミングの日なんです。日本には二十四節気というものがあります。聞き慣れないかもしれません。二十四節気で、節気の節というのはですね、まあ、節目という意味です。で、二十四っていうのは24、そのまま数字だから24の節目という意味があります。それはどういうことかというと、1年を24分割したんですね。季節を24分割にして、その区切りの日のことを二十四節気と言いました。1年を通じた季節、これは4つありますね。春、夏、秋、冬、4つあります。二十四節気はもっと細かい、1つの季節ごとに6個ぐらい区切りがあります。6、6、6、6の区切り目があります。なので合計すると 6×4 で24ということで、二十四節気という言葉になるんですね。で、二十四節気の中で有名なのが夏至、冬至ね、聞いたことありますね。季節の区切り目です。それから春分、秋分、これらも二十四節気の一つです。そして立春、立夏、立秋、立冬、これも二十四節気の一つなんです。なので、まあ二十四節気って何だっていうことに関してはまとめますと、季節を24等分したうちの、まあ、一つの季節の節目の日であるということです。そして立春というのは新年始まって最初の二十四節気、節目にあたるんですね。ですから、まあ、ほぼお正月に近いことから、元旦のことを新春とかね、元春とかね、あの元旦が来たことを元春って言ったりしますけれども、なぜ1月1日まだ寒いのに春という言葉が使われるかというと、この立春に近いから、立春が来るよねという意味で新春とか元春とかっていう言葉を使っていたんです。じゃあなぜ立春は2月なのかということです。なぜ3月1日が立春じゃないのか、春は3月から始まるのではないかという疑問があります。これはですね、実はこの二十四節気という考え方は中国から来たものなんですね。で、中国の季節と日本の季節ってちょっとずれているんです。なので中国のこの考え方をそのまま日本に当てはめると、季節が1ヶ月ぐらいずれてるんですね。なのでこの旧暦の暦というか、二十四節気というものは、だいたい私たちが体感で感じる季節よりもちょっと1ヶ月ぐらいずれているものが大半になるんです。そして、正月明けてね、初めての二十四節気、季節の節目が立春ですから、昔の日本人はですね、この立春を非常に大切な日として、考えてきたんです。なのでその立春の前の日の節分は非常に大事な日としてですね、豆まきをしたりですとか、あとはヒイラギを飾ったりとか、イワシの頭を飾ったりとかしてですね、邪気を払って、そして1年、本当にこの1年素晴らしい1年にしましょうという、そういうお祈りの儀式をずっとやってきたんです。これは現代にも続いている風習ですね。ではこんな特別な立春、あなたは何をすべきか。
これね、今日3つ持ってきましたので、ぜひ参考にしていただけたらと思います。どれも簡単なものです。では参りましょう。立春これやってね。1つ目、豆腐を食べる。豆腐はですね、白い食べ物です。で、昔から白い食べ物というのは邪気を払うとしてとても重宝されてきたんです。立春に食べる豆腐のことを立春大吉豆腐と呼んで、昔の人は立春に豆腐を食べてきました。豆腐は大豆からできています。大豆は豆、豆とは魔を滅する。ですから邪気払いにとてもいい食材だと言われています。その豆からできた立春大吉豆腐、白い方がいいので、お醤油をかけて食べるのは今回はご遠慮ください。お塩もしくはもじおなどで食べるとより邪気が払われると言われています。2番目、立春大吉札を貼る。立春大吉札とは立春大吉と縦書きに書かれたお札のことです。これを玄関に貼っておくと鬼が寄りつかないと言われています。正確に言うと寄りつかないのではなく、入ってもすぐに出ていくそうなんですね。ちょっとイメージしてみてください。皆さん、立春大吉と書かれたお札の家中に入ります。で、くるっと振り返ります。そうすると立春大吉という文字は左右対称なので、表から見ても裏から見ても立春大吉と読めるんですね。ですからくるっと振り返ったら立春大吉ってまた札が書かれてるんですよ。鬼はこれを見てどうやら勘違いをするそうなんです。どういう勘違いをするかというと、立春大吉と書かれた家に入りました、くるっと振り返りました。そしたらね、違う家がここにあるってまた思うらしいんですよ。で、この家入ろうと思って入ったらそれはもう外っていう、言ってる意味わかりますかね。立春大吉の家に入りました、くるっと振り返りました、ここにも立春大吉って書いてあります、この家入ろうと思って出ていく、そういうからくりになっているそうなんですね。なので立春大吉札というのは魔除けの力があるというふうに言われているんです。この立春大吉札は自分でも書いて大丈夫ということなので、ぜひね、紙に立春大吉って書いてご自宅に貼ってみられてはいかがでしょうか。3番目、若水を飲む。若水、ちょっとね、耳慣れない言葉だと思います。若水というのは新年の早朝に井戸や湧き水から取られたお水のことを言います。みずみずしい初めてのお水を飲むことによって体が清められて浄化されて、今年一年健やかに生きられますという、そういうお水のことを若水というんですね。ただね、若水取れないですよね。湧き水もないし井戸もありませんというご家庭が大半だと思います。なので私はですね、お水を飲む、それだけでいいとは思います。この立春のタイミングでお水をよく取ってください。我々の体はですね、 70% がお水でできていると言われていますね。ですから水分をよく取ることは健康にもいいことです。さらに龍神様はお水の神様でもあります。なので水を取ることはですね、龍神様を呼び込むこととイコールです。僕もですね、すごく水を取りますね、いろんな人に驚かれるぐらいお水を取ります。これは、まあ、無意識ではあるんですけれども、でも無意識的に龍神様に好かれることをやっているんだなというふうに思っています。誰でも簡単にすぐできる一番簡単な開運方法がお水を取ることだと考えています。ぜひお水取ってくださいね。はい、ということで2月4日立春これやってねというお話をしていきました。どれも簡単なものだったと思います。ぜひ気に入ったものがあったらやってみてください。 YouTube 面白いな、楽しいな、ためになったなと思った人はぜひチャンネル登録をお願いいたします。僕が校長をしてます人気スピリチュアルマスター養成スクールの無料説明会のお知らせがやってくる公式 LINE、 ぜひご登録をお願いします。僕の個人の公式 LINE もありますので、ぜひそちらのご登録もお願いします。龍神のすごい浄化術最新刊です。好評発売中、非常に喜ばれていただいてどんどん売れております。ぜひあなたも手に取っていただけると嬉しいです。それから僕がプロデュースしました龍神様の開運堂、成田山新勝寺にございます。ぜひお近くにお越しの際はお立ち寄りください。ということで YouTube 終わりにしていきます。見ていただいたあなた、愛してるよ。せーの、龍、またね、バイバーイ。
皆さん見ていただいてありがとうございました。人気動画はこちら、チャンネル登録はこちら。それでは次の動画でお会いしましょう。せーの、金運流浄爆上。